はい、どうも、バサラです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらですね。はい。M1 チップ搭載の MacBook Air の5ヶ月レビューになります。で、僕これね、動画チャンネル始めて、まあ2年くらいになるんですけれども、こう何ヶ月使用レビューっていうのを考えてみると多分初めて、動画を作るんじゃないかなっていうふうに、思っているんですけれども、どうしてこれ作りたくなったかっていうと、それだけこの M1 チップ搭載の MacBook Air が良かったんですよ。すごい良かったので、今日動画を作ってみています。で、僕が買ったこの MacBook Air の構成なんですけれども、一番安いものでですね、メモリは 8GB で、グラフィックスもまあ一段劣る、モデルになっていて、価格は115,000円っていうような価格のモデルを、使用しています。なので、ここにあるね、Surface のラプトップ3みたく、20何万するっていうようなモデルではなく、一番安いモデルですね、を僕はちょっとこれ使ってます。で、僕は基本的にはやっぱりまあ Apple はすごい好きですけれども、レビューをする際には Windows でもまあ Apple でも基本的には公平にね、レビューをするようにしていて、まあいいところがあれば、どちらの OS に関しても褒めますし、ダメなところはダメっていう風に言うようにして動画を作っています。で、なんですけれども、そんな僕でさえ、例えば今、ウルトラブックが欲しいですって言った時には、もう僕は絶対多分 M1 チップ搭載のこの MacBook を、お勧めしますし、仮にその人が Windows のウルトラブックが欲しいですっていう風に言っていたらですね、僕はそれでも M1 チップ搭載の Mac をお勧めしてしまうくらい、これは良かった。で、ウルトラブックに限った理由としてはですね、ゲーミング PC だったりとかデスクトップ PC っていうのは、まあ、また違うね、評価ポイントになるかなっていう風に思うので、まあ、このあくまでウルトラブック、こういうね、薄くてこう持ち運びができるこのノート PC に、まあ、限った場合っていうので、今日お話しさせていただきます。で、まずどういう点が良かったかっていうところなんですけれども、まず最初に言えるのはバッテリー性能。これは本当に5ヶ月間使っててめちゃくちゃ良かった。というか、もう M1 チップ搭載の Mac は、そのバッテリーというところはもうノート PC の概念をもう超えてます。多分ですね、本当に20時間ぐらい持つんじゃないかなっていうぐらい、その今までのノート PC と全然違って、電源を気にしたことが全然ないんですよ。本当にバッテリーの持ちが半端ないです。なんかあと残り 10% みたいになっていて、カフェで、ああ、やばいかもなっていう風に思ったとしても、そこで、例えば作業ね、何かしていて、2時間ぐらい作業してたとしても、もう 3% とか 5% とか、それぐらいしか電池が下がってないんですよ。10% でも2時間3時間平気で持っちゃうのが、この M1 チップ搭載の MacBook 系ですね、の強みかなって、最大の強みはそこだなっていうのは思いました。なので、このバッテリーの強さっていうのは、Windows 系の機種では体験できないほどのバッテリーの強さっていうのを、この M1 チップ搭載の Mac は実現してます。次に、やっぱりパフォーマンスは素晴らしかったです。2月3月の僕のチャンネルの動画なんですけれども、ほぼほぼこの MacBook Air で動画を作ってます。なので2月3月の動画見ていただいて、あ、こういう動画作ってみたかったな、こういう絵を撮りたかったなっていう人に関しては、これで編集できます。全然問題なく編集できます。メモリ 8GB ですからね。メモリ 8GB ですけれども、全然問題なく、この MacBook Air で、できました。なので、まあ、開発するっていうところに関しても、動画編集するっていうような重い作業に関しても、この M1 の MacBook Air の一番最低モデル。これでハンドリングができちゃいました。次にハードウェアのクオリティですね。全部が、まあ、アルミでできていて、ユニボディになっていて、画面の解像度も 2560×1400 っていう、まあ、非常に明るくて、色も綺麗なディスプレイが搭載されてますし、キーボードも非常に打ちやすいですし、トラックパッドも大きくて、めちゃくちゃ扱いやすいっていう感じですね。このハードウェアの作りの良さっていうことも、115,000 円で考えたら、もうありえないぐらい高いかなっていうふうに思います。もちろんマイナス点もあります。もうベゼルが太かったりとか、ウェブカメラがしょぼかったりとか、自分でメモリとかをね、増設ができなかったりとか、まあポートがね、サンダーボルトのポートが2つしかないとか、まあいろいろそういうふうなマイナス点はあるんですけれども、それ以上にメリットですね。バッテリーだったりとか、パフォーマンスの高さ、ハードウェアの作りの良さ、これで考えてきて、115,000 円で買えるっていうのは、まあめちゃめちゃ驚異的だなっていうふうに思ってます。というのも、このウルトラブックで115,000 円という価格帯で見てった時に、例えば Surface ラップトップ3も MacBook Air に合わせたモデルっていうのもあるんですけれども、そちらはですね、Core i5 だったりとかしていて、どう考えてもですね、パフォーマンスはこの M1 チップの MacBook Air の方が絶対いいでしょうし、で、さらにバッテリーの持ちっていうところも、まあ使ってて、こっちはそこまで持たないです。
こっちのなんか無限に使えるバッテリーみたいな感覚にはやっぱりないので、ライバル見てみてもそういう風な感じになってますし、例えば LG グラムだったら、もちろん MacBook よりも、軽いんですけれども、向こうはプラスチックみたいになっていたりとか、あとはやっぱりこっちほどもパフォーマンス出ませんし、ハードウェアのクオリティだったりとか、やっぱりパフォーマンスってところでもやっぱり M1 の、MacBook Air には負けちゃうかなっていう風に思ってます。でさらに価格も15万円ぐらいします。でデルもですね、 XBS シリーズとかありますけれども、あちらもですねやっぱり20万円からみたいな感じになっていて、まあ古いモデルだと10万円ぐらいでも、売ってるんですけれども、やっぱりね新しいモデルになっちゃうと20万円ぐらいになっちゃって、やっぱり予算的には全然ね、こう価格がやっぱり全然変わってしまうので、そういう価格面から考えても、今回のこの M1 チップの搭載の Mac っていうのは僕は正直使っていて、むしろ安いなって思いました。コスパという面でですね、そのバッテリー、パフォーマンス、ハードウェアの作りっていうところで言うと、他の会社のものよりも安く感じてしまうんですよ。あまりにも高すぎて、その能力が、スペックが高すぎて、11万5千円で考えるとむしろ安く感じるぐらい良かったです。で最後にですね、ソフトウェアの互換性、気になってる方いらっしゃるかなと思うんで、そちらについて話していこうかなと思うんですけれども、ソフトウェアの互換性なんですけれども、この5ヶ月経っていろんなものがもう対応しました。ほとんどのもの、僕が使ってるものに関してはほぼ動くっていうような、感じになっています。ただ Adobe 製品ですね、フォトショに関してはまあ対応したっていう風に話してはいるんですけれども、結構ねパフォーマンスは良くなったんですけれども、たまにね止まったりとか、フォトショが落ちたりってことがあるので、まあ対応してるとは言ってますけれども、まだまだねちょっとね改善必要かなっていう感じですけれども、いろんなソフトウェアが対応してます。次に開発関係なんですけれども、開発関係が逆に僕は対応結構遅かったなっていう風に今感じていて、まだまだですね、多分ビギナーの方がチュートリアル見ながら M1 搭載の MacBook で環境構築できるかって言われるとちょっと難しいかもなっていうのは、思います。ちょっとエラーとかがやっぱりどうしても出ちゃうので、チュートリアルそのままっていうのはまあちょっと難しいかもしれないですね。でただまあエラーにぶつかったとしてもね、まあそれぐらいのエラーはやっぱりね乗り越えられないと今後コード書いていくっていうのがなかなか難しいかなとは思うので、頑張って乗り越えてっていうところがあるんですけれども、ただチュートリアル通りにやるっていうだけだとちょっと難しかったりする部分はあります。なのでソフトウェアの互換性をやっぱり懸念する必要は、まあ、ほぼほぼないかなっていうふうには思います。まあ、やっぱりこれだけ早い対応ができたっていうのも、それはアップルのやっぱりビジネスモデルのおかげかなっていうのをちょっと思っていて、今年って Windows もモバイル向けの、まあ、CPU が乗った PC って、まあ、Acer も発表してますし、いろんな会社が多分出してくるんですけれども、やっぱり Surface Pro X、やっぱりあの状況を見ていると、やっぱりちょっとね、難しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。やっぱり Windows はやっぱり強制することができないんですよね。Windows の世界っていうのがあんまり大きく持ってないので、あまり強制させることができなくて、Windows でこういうふうなことやりたければ自分でプラットフォーム作っていいですよ、どうぞっていうような世界観なので、いろんなアーキテクチャを一気にアップグレードすることがやっぱりできないんですよね、Windows 側は。対して Mac は自分たちのこうビジネスモデルっていうのをもう囲い込んじゃってるんで、ソフトウェアを作ってる人に対しても、ここにアップデートできないんだったらうちで商売させないよっていうことがまあできるわけですよ。それがいいか悪いかは別として、そういうことをやっぱり Apple ってやっていて、そのおかげでやっぱり全部のアーキテクチャを一気にアップグレードすることができているので、なんで僕らみたいにこう Mac を使う人にとってはメリットが高くて、ソフトウェアの対応がやっぱりすごく早かったなっていうふうに思いますし、やっぱりちゃんとしっかり動くのがやっぱりすごいなっていうふうに思いました。なんで今年から来年、やっぱり M1X だったりとか、まあ、M2 とかが出てくるのかもしれないですけれども、猛威を振るっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、というわけでですね、M1 チップ搭載の MacBook Air をね、5ヶ月使ってみたっていうような内容だったんですけれども、まあ本当ベタ褒めですね。ベタ褒めしちゃってますけれども、11万5千円で考えたら、こんなにすごい機種はやっぱちょっとないなって思います。こんだけいろんなことがストレスなくできちゃう機種はやっぱ他にないです。うん、見つけられない。で特にやっぱり Air の方が僕おすすめだなっていうふうに思っていて、 Air ってファンレス構造なんで非常に静かなんですよね。使っていて非常に静かで、動画のレンダリングしてても静かなんですよ。なので Pro よりも僕は Air の方がおすすめしたいなというふうに思ってて、まあ、今年、やっぱりね、M1X だったりとかして、プロの、やっぱりもうちょっとハイエンドのモデルが出てくると、プロを選んでしまうと、あっちにしとけばよ
良かったなっていう風に思っちゃうかなと思うんですけれども、エアーだったら持ち運び用っていう風なので自分も割り切れますし、ファンレス構造で音が静かっていうところで、やっぱりちょっとね、明確な違いがあるかなっていう風に思いましたし、あとエアーとプロって今差別化があんまりできてないですけれども、多分プロはね、CPU を上げることで、エアーとはね、やっぱりパフォーマンスで違うよっていう風なのを、多分より明確にしてくるかなと思うんで、エアーはそこまでね、その CPU がアップグレードしないんじゃないかなってちょっと個人的には思っているので、今僕は買うんだとすると、プロとエアーだったらエアーが、おすすめです。はい、このチャンネルですね、ガジェットのレビューを中心に動画を作っています。今日の映画が面白かったという方は、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながり、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画で、バイバーイ。